パンスタウェハース16、こっちか、ここね、欲しいものでもらったやつ本当にくれると思わなかった。え、嬉しすぎない、やば、いやもう箱から可愛いんだよね今回の絵柄、超楽しみ。あ、やべ、トレジャーある。いや本当にこれ好きな絵柄多くてめっちゃ楽しみだった。せっかくなのでお店みたいな開け方しようか。お店のケースの作り方やろう。ボックス買いするとお店での展示の遊び方ができるんだよね。16だとあれなんだな、こう、よし、こうなるわけですよ。では開けていくかと。よいしょ、これでいいや。はい、開けていきます。絵柄かわいいな。2種類でしょ今回も。あ、うん、なるほどね。その人数が多い人数が多い。なんかもう1個目で任務完了みたいな気持ちになっちゃった1個目で任務完了みたいな気持ちになっちゃった2回言う、やばい。今までの九条天で一番好きな絵柄一発目に引いた。あ、もう後悔ねえな。あ、すっごい綺麗、これ好き。ディスカバーの曲中に出てくるやつなんだけど、どっちも、へえ、裏こんなんなんだ、かわいい。ディスカバー絵柄好き。ディスカバー見つけに行こう、君と体を決め、あ、かわいい。ハロウィン柄が今更来るとは思わなかったよね。でもこれ超かわいくて好き、ありがた、感謝。ゴミ箱用意しないで開け出しちゃったの、普通に後悔。これはね、1ボックスじゃ全種揃わないんだよね。楽しみ、かわいい、そうちゃん。あ、かっこよ、王座感じるわ。方向性アイドリッシュセブンさん大丈夫ですかって感じするよね。みつきさん結構あのいいんですか。あ、ファン的には全然 OK で、やば、2枚目来た、嬉しい、超嬉しい。本当にこの絵柄好き、このトリガー集めようかなって思うぐらい。ちょっと置き場のスペースの問題で缶バッジ絵柄は手放そうかなと思ったんだけど、カード絵柄なら取っとけるんじゃない、私かさばらないし。あ、かわいい、ハロウィンこんな感じなんだ。ももちゃんあんまりちゃんと把握できてない、かわいいことしかわからない。つんぎ、ほ、あ、発行した、あ、かっこいい、発行した。このアルバムジャケットだったっけな、これ好きなんだよな、嬉しみ。アルバム表題曲なんだったっけ、思い出せない。あ、お兄さんだ、本当に綺麗だな。ディスカバーの衣装、ディスカバー覚悟が飛んじゃう、
ッキーが1枚も来ないな。そわっ、あ、スーちゃん2枚目だ。かわいいな。いや、かわいいな。ハロウィン絵柄結構昔の絵柄のはずなのに全然かわいいな。半分切り終わりました。ここから後半戦です。ハロウィン絵柄かわいいな。やばい、トレジャー揃っためっちゃ嬉しい。自力でトレジャー揃えた。やば、トレジャー揃えた。え、めっちゃ嬉しい。トレジャー揃えた。え、嬉しい。玉木来ないな。あ、箱推し2枚目だ。え、あ、やっぱ私ズールに愛されてる説あるな。かわいい、かわいい。このズールの衣装かわいい。ズール白着てんのかわいいな。まあ、イスミンはどんな衣装でいつでもかわいいんですけれども。よいしょよいしょ。お、リクだ。いいね、センターって感じする。やっぱリクはいつでもセンターだよね。うんうん、センター力があまりに高い。そうちゃんだ、かっこよ。いや、これかっこいい。やっとかっこいい。4人あと3人でディスカバーが揃うと。でもズール君の箱も揃えた。箱押し1ボックスに2枚、まあそんなもんかという感じはするかな。あ、ユキだ。え、いや、え、かっこよ。いや、かっこよ。髪の毛結んでる、かっこよ。いや、結んでなくてもユキはかっこいいんですけど。ユキはいつだってかっこいいんですけども。ユキはいつだってかっこいいんですけども、3回言う必要はない。いや、髪の毛結んでるユキ好きですっていうセリフが口から出ちゃうんだけど、言うたんびに、いや別にユキは髪の毛結んでなくてもかっこいいんですけどって私の中でこうズールです。ズール、箱推し全部ズールじゃん。愛されてる、ズールに。ズールに愛されてる、間違いない。押せってこと？押してるわ、かっこよ。あ、九条天だ。え、九条天だ。嬉しい、九条天の箱推し来た。え、嬉しい。私も好きです。推しなんです、九条天。大変ありがとうございます。え、嬉しい、九条天だ。え、イオリだ。かわいい、かっこいいだな。これはかっこいいな、このイオリは。王子様みたい、ディスカバー衣装。あと2つ。本当に玉木1枚も来ないな。あ、かっこいい、ナギメガネだよ、すごくない？初期カードですでにメガネ姿を披露しちゃう、このファンサン力の高さ、さすがナギ。ラスイチです。最後は誰だ？お兄さんだ。かっこいい。でも角が羊角なんだよね。かわいいお兄さん、かっこよさとかわいさを出してる。さて、これで開封全部ですと。このウーハースの量、もう普通に会社でおやつとしてボリボリ食べます。ジップロックかなんかに入れて。じゃあね。